じゃあこれから滝屋根温泉の露天風呂に行きます。はい、あの下に温泉があります。いいお湯でした。最初の印象が強かったのか、前もっと暑かった気がしたけど、今日それでもなかったな。時間帯にもあるのかな。もうちょっと長居して痛かったんだけど、マイクのトップケースの鍵閉めたかどうかちょっと不安なんで、昨日の今日なのでちょっと早めに戻ります。それにしても寒い。今朝の温度10度切ってました。下は昨日も多分30度近くまで温度上がったと思うと、これ標高が高いからみるみる温度下がって、夜のうちにもう12度になってましたね。はい、到着。じゃあまたキャンプ場に戻ります。敷地内にあるリングテラス、北の国からでユキコがバイトしてた店として使われてます。奥行くと多分風のガーデンの名前
のろけになったところがあるのかな。森の時計は主人公寺尾明が営んでいた喫茶店の時設定だけど、今でも実際してます。去年も来てとても雰囲気が良かったので、今年また行ってみようと思います。去年来た時も雨だったんだよね。いろいろ席は全て喫煙席でございます、うん、コーヒーのいい香り。こんにちは。Thank you.